渋色かやきりは、バッタ、メキリギリス科の昆虫。和名は渋色をした、かやきり。旧常の渋色かやきりもどきと呼ばれることもある。関東近辺及び東北南部以南。近年の温暖化により年々分布は北上しているという。体長40から5 2ト、mm、ル。頭部は、円錐形。後期は大きく発達し、顔面大顎は黒色を帯び非常に目立つ。 首切りギスを寸詰まりにし、足を短くした感じの体型で、褐色の地に黒点を散りばめる。背面および覆面は若干色が濃い。オスの前胸背面は後端に行くほど広がり、発音機も大きい。メスの前胸背面は、ほぼまっすぐ。かやキり同様、バッタ目としては、後ろ足は、体の割に小さく、ほとんど飛び跳ねない。かやキりより小柄。 数ミガルなため多少の飛翔能力を備え、明かりに来ることもある。産卵管は、腹部よりやや短く、羽の間に渦漏れる。ススキをはじめ、アシ、オギ、ダンチク等大型イネカ植物の群落に生息し、これらを食草とする。カヤキリよりも適応力があり、食草とならないような他の植物に占領されかけて、いても生息できる。蒸気以外の、いろんな、 稲科植物を食い、笹やメヒシバを食べた例もある。主に若い茎や下水の部分を食い、若干の肉食傾向がある。かや切りよりも気性が荒く、頻繁に威嚇行動をとる。また手で持たなくても威嚇中はよく噛みついてくるので、注意が必要。威嚇中発音はしない。8月頃深し10月頃か、繁殖行動をすることなくそのまま越冬する。 翌年4月下旬頃、夜間、かやきりよりもしわがれた感じの声で、じゃああ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 と鳴く。ほぼ完全な夜行性で、昼間は根本近くの葉の裏などに潜み、越冬時と同じようなポーズでじっとしているが、夜になると這い上がって高い場所に出てくる。鳴き声に誘われたメスは、オスと交尾し、やがて産卵管で根元近くの幼少内に数個、まとめて産卵する。 成虫寿命は首切りギスより短く越冬して生成熟語約2ヶ月程度である。ありがとうございます。